曲調も声も温かくて、ちょっとあの聞いてみようかなっていうのがありました。すごい聞いててオーラがある人と、言葉一つ一つがとてもいいですね。なんか会社でやっぱり疲れて帰ってきて、なんかホッとするなんかオアシスみたいなのを見つけたかなみたいな。だから君がいれば他に何もいらないなんて嘘だけど。あの数ヶ月前僕は体調を崩して、あのもともと普通にサラリーマンとして働いてたんです。で、安定した生活を求めて日々あの生活してました。音楽をやりたいという気持ちを抑えつけて、あのずっとやってました。で、自分に嘘つきながら安定した生活を過ごした、あの追い求めた方が大人っぽくてかっこいいだろうみたいな、なんかそんな精神を持ってずっと生きてきたんですけどね、なんかちょっと自分の中で違ったなと思って。本当にね、思い切ったなーって自分でも思うんですけど、あの1000枚発注して家に来た瞬間はちょっと、なんて言うんだろうな、弱気になりました、ね、もう本当段ボールがドーンとこう、もうあの玄関にもう 5箱で開けてみたらシートがぎっしり詰まってるんですよね。こんなにぎっしり詰めなくてもいいだろうとか思いながら、でも、まあ、1000枚ってそういうことかと思いましたけどね。だいぶあの時はでもこれを売り切ったら、あの、まあ、不安はもちろんありましたけど、これを売り切ったらなんか変わるかもっていう期待感もありつつっていう感じだったので、中央政権の皆さん、こんばんは、菅野ふとと申します。私たちの CD 1000枚テレビチャレンジというのをやっておりまして、毎日いろいろなところでスイートライブをやらせていただいております。もしよかったらチラシだけでも、ぜひ持っていっていただけたら嬉しいです。ぜひご協力よろしくお願いします。じゃあ、2曲目サムライという曲をお届けします。なんていうんだろうな、音楽をやるっていうこと自体よりも人に聴いてほしくて、とにかく僕はそれはそれは小さなサムライなのです。チャレンジやってどん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 周りが反応してくれると、もうやっぱり嬉しいし、あの単純に楽しくなりますね。傷つける。本当にあの応援してくれる人もうありきたりですけど、応援してくれる人がいるからっていうやつしかないかもしれない。ずっと見守っていてほしい。僕の結婚は結婚してましてですね、僕にとってすごく支えになってるし、なんかみんなが応援してくれてる中で僕が歌っているのは本当に彼女のおかげだったりするわけですよ。
と一緒に生きていく。ただ音楽はどうしてもやりたい。ね、すごく揉めたんですよ実は。だってそりゃそうですよ。旦那が働かないなんて。ありえないでしょ。いやいやもうありえないよ。最低の旦那ですよ。本当に本当に。もう葛藤は常にですよ。葛藤は常に見ちゃいけない夢だなんていうふうに思ってたんですけど、いや自分を押さえつけてこう自分を殺して生活していくっていうところがどうしてもなんか耐えられなくなってきて、だからもうこういうふうこれをやっていくことについてどう思ってるかというよりはもうやっていくしかないなっていう感覚でやってるかなっていう感じがします。自爆ですね。もう悪く言うと自爆です。もう本当に抜けられないっていうところになります。海にそう迎えたくない、くたびれたスウェットが僕に訴えかける。いい加減に目を覚ませ今日も怒鳴りつける気取り屋のお風呂、胸の中に広がる景色には語らず君が寄り添ってた。ここにいることは全然後悔もしてないんですけど、ただ自分のやりたいことがあるときは自分に嘘をつかずに素直な心を持って前に進んでいくということがどれだけ大事かということをその体調崩したときに改めて実感したというか初めて実感して、そこから千枚チャレンジがつながったんですけど、そのきっかけになった僕の多分持ち曲の中で一番思い入れが深い曲、久しぶりに受けた曲をで最後終わりたいと思います。アンコール本当にありがとうございます。鉛筆消しゴムどれもみんな生きている、大事に扱わなきゃすり壊れちゃうやつ。応援してくれてたくれた人とかもう本当一人一人のね、僕にとっては千分の一のようにみんな見えてるかもしれないですけど、実際皆さんとの出会いっていうのも本当一分の一なんです。本当一分の一が100%あるなということで1月からやってきました。1月5日から6月の、今日30日までの半年間の CD 千枚セールチャレンジが無事終了しました。ありがとうございます。
ールっていう言葉の5のゴールの5の字も多分全然出てきてないです。まだスタートラインに立ってないですからね、はい、これからです。これからスタートする感じです。ありがとうございました。ありがとうございました。